しょ。じゃあ、そんな、おーっとしないで。回しましょう。だけ、もう一回見て。せーの。見た。見た。だから。せーの。これと、そう。はい、いいよ。押して。はい、これでいい。そんな多くしないでいい。余裕じゃない。余裕。こっちも余裕じゃん。出た、森田さん。パーフェクト。どうだった？いやでもこれで不安一個解消された。はい、はい、昨日までずっと不安だったんですけど、うん、あのハンクさんに教えてもらってだいぶ成功率も上がった、高くなったので。え、なんかさ言ってきたの電話で。あ、どうだった？いや、まあでもあの言われたことちゃんと納得した。何が納得した？僕だけ注意されることが多かったので、ちょっと落ち込んでたりしたんですけど、でもそんなもんだよって言ってくれて。私が、はい、そんなもんだよ。だいぶひどいアドバイスだけど、ちょっと頑張ろうって思いました。前回アラジンでさ、見てくれた人は結構分かったことあるか、天才高校生とかでさ、あの後もさ、コンクールでまくってさ、1位かっさらに負けてんじゃん。コンクールで負けて、まあでもコンクールといえばさ、一人でねソロで踊るから、まあ、そういう経験はもうめちゃくちゃ豊富なわけじゃない。練習はあんまりしないでも1位取れちゃうじゃん。でしょ、まあ、でしょ、うん、やってるぐらいすごいんだけど、まあ、みんなで踊るために今ちょっと苦戦してたもん。はい、そうなんかそういう機会がないので、揃えるところとか。揃える、まあさ、言葉で言うと揃えると簡単なんですけど、実際やってみると、はい、座るタイミングとか立つタイミングとか意外と難しいんだなって。え、なんかそれはさ、意識しててもなんかあれ、なんか動画で後で見たら自分ずれてるじゃんみたいな、はい、そんな感じになっちゃうんだ。はい、いや、この前さ、カフェで作業してたら電話してきてくれたのよ。はいはいはい。そう、なんか結構落ち込んじゃって、なんか注意たくさんされて。注意されて落ち込んでたんすか？もう舞台も近いじゃん、うんうん、明日じゃん。だからもうちょっと、もう本当に目がかけるぐらいだったら外れますよみたいな言ってくれて。それどういう心境だったんですか？どういう心境だったんだけど、マジできついなって。結構落ち込んだ。結構落ち込みました。迷惑かけちゃってるし、申し訳ないなと。まあ、なんだかんだ言って完璧主義だもんね、そのね。ちゃんとやりたいわけでしょ、舞台で。はい。でも、なんかどうすればいいかわかんないっていう。それは大変だよね。まあでもそのさ、なんか絶対にうまくいかせたいっていうさ、思考のもとにおけるさ、迷惑かけちゃいけないみたいな感じじゃん。そこはなんかめちゃくちゃいいよ、その意識が。うん、まあ、しかもね、なんか私言ったじゃん、なんかその私もあの18とか20の時とかはもうなんか女の子を落としたりして泣かせちゃったりとかして、あ、そうで20人ずらーってバレー学校で最後せーの、はい、じゃんじゃんみたいなところで山海一人で山海ペアだけできないっていう絶望。しかもできません、できませんって言ってるのに最後までやまー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 で最後の最後で、君じゃあこれやっといてみたいな、うん、結構雑な感じで。でも気持ちとしては、いやいや、ちゃんとなんかもっとなんかいい形でできませんかみたいな、なんならアウトしますよみたいな、うん、みんなの振り付け変えるのも困るし、言ったらバリエーションができるからこそ、うん、一人で踊るのができるからこそ、もうそっちだけやらせてくれみたいな、そっちだったら輝けるからみたいな、うん、なんか力になれますよっていう。で逆にこれはちょっとまだできないので迷惑かかっちゃいますみたいな、そういう気持ちじゃない、結構同じだったのよ。だけどなんでディレクターは私にやらせんだろうみたいな。で、結局やって、うん、女の子、号泣。ずっとおろで。大丈夫それ。ちょっと、あんま不吉なことはちょっと言わないで。はい、結局、ディレクターも今思うとね、なんでそれを結婚したかっていうと、まあ、バレエ学校だったっていうのもあるし、まあ、その、まあ、経験じゃない。ね、それ、積まれたってもさ、やらないとできない、できないじゃない。しかも、ダンサーってね、舞台で成長するんだよ。スタジオでできるようになっても、意外と舞台でできない。舞台でやってみないと分かんないっていう。そう、だから舞台で上がるしかないんだよ。で、ザ・バレエショーは完全にさ、もうプロだけ集めてバーンってやるのも、まあ、すごい簡単なんだけど、まあ、若手に機会を与えるっていうのも結構やっていきたいの、カンパニーとしては。ね、なんかどちらかというと今目の前ももちろんね成功させたいけど、どちらかというとそのね、トモキさんのね長期的な有望株ですから、成長幅も含めてね、僕らとしては見てるというか、
感謝してるんで。まあだから僕がこうやってくれたことを今こうやってたりするから、でこう将来また20とか30とかになってきた時に若手とかに機会を与えるっていうのをやってほしいし、とりあえずでも今現状できることはもうとりあえず頑張って、はい、でもう直前になって今からそう舞台入りだけどちょっとやべえなってなったらそれはこっちでどうにかするから、友樹君の言われることはマックス頑張ること、はいはい、だからこんな喋ってる時間ないんだけどねこっちは好きでやってるから、友樹君に絶対こうしてリターンしてほしいからやってるわけじゃなくて、受け取り方はどうでもいいんだけど、どっちかどうでもいいけど何でもいいんだけど、トモキ大スターにやっぱり期待してるんだよ。だからさ、ユーモーカーとかさ、大スターとかさ、そういうワードを使うからプレッシャーになる。そうか、そうか、そうか、頑張りましょう。よし、トモキさん、トモキさん、トモキさん、今舞台本番直前25分前どうですか？なんか思ったよりまだ緊張しないですね。おお、いつも緊張するんですか？いつも緊張します。どのタイミングで？出番の直前とかなんで、多分そろそろ。あ、じゃあここから緊張感が。はい、今リラックスしてます。なるほど。パドゥの仕上がりはどうですか？パドゥもさっきのリハでもう完璧にしたので。おお、あとはもうやるだけです。すごい調整しきったんですね。はい、大丈夫です。じゃあ頑張りましょう。頑張ります。ありがとうございます。お願いします。おどうぞ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 。ともき君にちょっと話しかけてきたらさ、パドゥは完璧って言ってましたよ。完璧って言ってた。さっき完璧にしましたって言ってた。さっき完璧にしましたってさ。でもさっきプロの顔してましたよ普通に。いや顔はいつもプロよ。あの子やる気がすごいからさ。確かにな、ちゃんとプロとして動いてるからな。そう、完璧にしましたわ。完璧にしましたって。あ、これ向き役だった。いや、ちょっとなんか申し訳なくて、それは買ってくださって。あ、そういうやつ。あ、そっちポイントがなんか違う。考えろ、本当なんかダイエットかなと思って。いや、ダイエットじゃないです。あ、お米は胃に悪いんですか？え、違くて、ちょっと本番前の緊張するんですか？緊張しますよ。出る前に緊張するって昨日も話しませんでした。あー、昨日も忘れてます。あー、忘れちゃった。一日しか記憶持たない。記憶持たないで緊張します。あの、無音の時緊張するんですけど、音楽流れたら大丈夫です。あ、いつ来るかな。あれ結構難しいですもんね。お願いします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 。はい、バース皆さん、美食大臣ザ・バレーショーへようこそ。大きな拍手をお願いいたします。あThank you.
青年になったらプロダンサー、プロバレーダンサーになったら、美女と野獣の中で一番やりたいの役は誰でしょう。まあハンクさんも。お、言わせたんですか。はい、じゃあ僕あの聞いてないから、もう一回言っていいよ。誰。ハンクさん。トモキさん。びっくりした。一幕どうでした。2回目っていうのもあって舞台にも慣れてきて、でもやっぱちょっと油断しちゃった部分とかもあったので、すごいちょっと悔しいなとは思ってます。どこ油断したんですか。もう素人目だと全然わからないです。まあ、揃えるところもそうだし、基礎的な部分とかちょっと見てみますよ。山階チェックでいや、寝る屋さんチェックがいいか。やっぱちょっと油断した部分あったらしいですよ。あ、始まった。油断。はい。終わった後いつもこう動画チェックがね。あ、そんなのやってるんだ。そんなに一緒にこう高め合おうみたいなのやってるんですね。まあ、結局やっぱ本番やってみないとね、分かんないからね。そこで出てきたアラを修正していく。それが楽しいよね。それないとだってさ、どんどん飽きてくるよね。はい、へえ。ともきさんも楽しいんですかそれ。高めていくっていう楽しみね。あと俺ちょっとさ、思ってたんだけどさ、ともきさん本当に動画一番最初、ゆいさんトーク上手くなってきてますよね。なんか手慣れてきてる。やべえ、なんか汗かいてきた。これ外れそうなんだけど、冷やしてくる。何のトークだったんこれ。ノブロトーク。山海さんどうすか。優しいです。優しいんですか。はい、相談も乗ってくれるし。へえ、はい。相談乗ってくれるんだ。どんな話するんですか。普通にバレーのこと。うん。ありがとうございました。ブラザーズ、この2幕と3幕の間の準備はどういう風に準備してるんですか。これ言っていいのか。ここからこう集中力を上げていくんですか。やっぱここの袖入ったら、確かに、あ、気持ちを切り替えて。じゃあ外ではリラックスしてこう袖でシュート。いや、すごかったね。やばいよ。ピンスポの。何がやばいですか。どちらかって。ちょっと一瞬なんか。5 and 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. テテ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 ハッピーバースデー、ディアハンサー。ハッピーバースデー、ディアハンサー。やるだろ、うちの。うちのやるだろ。ママ。ママ。5678 タラタ
楽しかった？楽しかった。明日もっと楽しんでね。なんか楽しかったですか？楽しむのが舞台のコツ。とてもプロフェッショナルです。いやそうなんだよ、今説教してるけどね、そんな必要ないぐらい楽しんでくれて素晴らしい。とても集中して、よりプロフェッショナルです。よりプロフェッショナル。全然そんなこととはつゆ知らず、お写真、ああ昨日のああの声がめちゃめちゃ嬉しいです。皆さん本当にありがとうございます。はい、校舎裏に呼び出しました。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。昨日はリフトのところちょっと失敗しちゃったんですけど、今日はあのちゃんと上がったし、音にも間に合ったので、あの、それだけ言ったんです。はい、昨日さ、袖の中に私もいいんですよ、ぼってもらえるタイミングが、せーの、はい、で、やっと音にちゃんと間に合ったのね。うん、でこれで、せーの、あ、せーの、あ、せーの、あ、せーの、移動して、せーの、はい、って言って、いや、あれマジでね、あるある、超あるあるな、ショルダーセットで、そのリフトして幕の中で、で、出ていきましょうっていうやつ。うん、そのリフトが幕の中で、はまんなくて、暗いし、でも、あの、失敗っていうほど全然失敗じゃなかったから、うん、いや、マジで失敗なのは、本当に、上がんない、上がんない、もうこれでいけ、みたいなみたいなのは結構ある。へー、そういうのあるんだ。今日はなんかスッといって、はい、2回目、うん、よかった。あなたどうだったの？あ、ちゃんと綺麗にできました。あ、でもさ、でもさ、相変わらずさ、この一つ一つのさ技が綺麗だよね、ともきさんね。やっぱ見ててやっぱこう、おお綺麗、おお綺麗みたいなのがやっぱ、うん、僕素人目でも思いますよ。いや、俺の方が綺麗。じゃあ、まあ多分これね、今回ね、ともきさん、うん、密着の最終章。でも山会からのメッセージじゃないの？その、あ、山会からのメッセージ。そのともきさんにさ、事前に相談を受けてさ、この公演を通してっていう。ああ、それで言うと、あの、かなり本当にストレスだったと思うけど、しかもそのプレッシャーも大きいし、まあ、周りさ、みんな結構経験値あるからさ、なんか周りふざけてるように見えて、なんかできるからさ、余裕があるからすごいふざけてるしね。そんな中で、なんかそのプレッシャーと、あの、ストレス、ね、両方に、まあ、打ち勝ったじゃないけど、向かい合って公演やってくれたから、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。いい経験になったわ。はい、僕らはさ、こうダンサーさんにさ、まあお金も給料もそうだし、まあいい経験っていうのもそうだし、まあ家庭は特にね、そういうのを提供していきたいっていうのももちろんあるから、それを向かい合ってやってくれたのはすごい嬉しいです。はい、いい機会になりました。持って帰ってくれて嬉しいですね。うん、また帰ってコンクールで1位取る。何そのなんかコンクール嵐みたいな。本当になんかさらっとまた1位取りましたみたいな。でも毎回じゃあどうですか、逆ともきさんからザバレーショーを通して。またアラジンの時と違った難しさがあったので、リフトもそうですし、ジャズのシーンも難しかったですし、でもとりあえず大阪無事に終われてよかったです。東京もあの今日以上に安定させていけたらいいなと思ってます。ありがとうございました。じゃあ引き続きトムさんをご応援のほど、応援のいいねのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。コメントもね、トモキさんのエールをお願いします。じゃあ肩組んでバイバイですか。あ、そういえばさ、ちゃんとね、また拍手もらったもんね、入れて。はい、あ、ね、うん、ちゃんと、あれはもうね、お箱なのよ、もう。じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock.
I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack up here, pack up in, pack up here in, pack your backpack here in. Me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.